カンファーベストは日本で生産、調教された競争馬。アンバー社第3区最後の重賞優勝馬であり、かつ母の父に新山を持つ最後の競争馬であった。3歳児の1月12日に行われた東京競馬場での新馬戦がデビュー戦となり、10番人気ながら2着に入った。デビュー当初はダート競争に出走を降り、その後2着2回、3着1回となり、 デビュー5戦目で、初勝利を挙げた。レース後は休養し、昇級初戦の尖閣湾特別は11番、人気ながら2着に入り、昇級2戦目のトリアの特別を制して2勝目を挙げた。そして自走は千万したクラス場ながら、初の重賞挑戦となる、セントライト記念に出走し、8番人気で5着となった。その後は、自己条件の遊国沼特別で2着となり、 再び格上挑戦を行って、カブト山記念に出走した。レースでは、最後の直線で後方から豪快に追い込んで1位、入選したが、車高により10着に降着し、重傷初勝利は幻となった。なおこの時起乗していた、郷原陽次洋は、開催日6日間の起乗停止となった。4歳となった2003年の初戦は、中山金牌で10番人気ながら3着となった。 その後は自己条件レースを中心に走り、立山特別とスピカステイクスを制してオープン馬となった。オープン初戦は春の福島開催に移動した因縁のカブト山記念となり、今度は一番人気に支持された。しかしレースではゴール前に5頭が絡む接戦となったが、ストロングブラッドラに敗れ5着だった。なおカブト山記念はこの年を最後に廃止され、 勝利する機会がなくなってしまった。レース後は、休養に入り、復帰戦の新潟記念では7番人気で2着に入り、そして次の朝日チャレンジカップを2番人気で制して、今度こそ、重賞初勝利を挙げた。その後は、競豪馬を相手に毎日王冠で4着、初の GI 競争出走となった、天皇賞で5着となるなど堅実な走りを見せ、 中日新聞杯では一番人気に支持されたが、プリサイスマシーンに首差で敗れて2着だった。5歳となった2004年は、中京記念から指導して3着となり、続く大阪杯も3着だったが、次の天皇賞では9着だった。そしてレース後は、休養に入った。6歳となった2005年は、エイプリルステークスで約1年ぶりの実戦復帰を果たしたが6着だった。続く、 新潟大賞天は2着となったが、2番人気に支持されたエプソムカップは14着という結果に終わった。その後休養をサミみなるを記念に出走して2着となった。7歳となった2006年の初戦は3年ぶりの出走となった中山金杯だったが13着。以降は大敗を繰り返し、8月の関谷記念は14番人気での出走となった。しかしレースでは、 ゴール直前で戦闘だったダイワーバンディットを捉えて1着でゴールし、約3年ぶりの勝利を重賞2勝目で飾った。続く、k s 杯オータムハンデキャップでは2着に入ったが、その後のフジュステイクスは5着、マイルチャンピオンシップは10着という結果に終わり、休養に入った。8歳となった2007年は、連覇を目指す関屋記念が実戦復帰戦となり、 9番人気で4着に入った。続く2年連続出走となった、京成杯オータムハンディキャップは、結果も2年連続の2着だったが、その後の毎日王冠と福島記念は共に9着という、結果に終わり、オークヒルファームに放牧に出された。9歳となった2008年は、2月頃に帰球し、ダービー今日チャレンジトロフィーで、実戦復帰。5着だった。続く、 新潟大賞展は16着だった。1年の休養を終えて10歳となった2009年は5月10日の東王樹ステークスで復帰したが終始広報のまま16着と大敗した。続くエプソムカップでも16着と大敗し、7月12日の棚端賞16着を最後に7月15日付で競争場登録を抹消。現在は 戸作クロシオ牧場にて乗馬となっている。中央競馬井戸中継内の企画、中央競馬ベストレースオブザイヤー2002において、他に GI レースが並ぶ中、カブト山記念が7位に選ばれている。ありがとうございます。